そうですね、95人ぐらい申し込みいただきまして、当日キャンセル、はい、当日キャンセルもあったりしますので、75人の方、76人参加していただいてます。で、これからあの風釣り皆さんにしていただくんですけれども、今日はルールの方だけ先にご紹介させていただこうと思ってます。その前に、今日ね、この青いカードしている人たちがお手伝い、まず最初に20分間ですね、皆さんにハゼを釣っていただいて、釣った数ですね、それを競っていただこうかなと思ってます。で、それを第一ヒートとして、水バケツとか、自分でキープしておいていただきたいんですよね。で、何匹釣ったよっていうのを聞きに行きます。4箇所ぐらいに、青い人たちがいるんで、そこで減量というか数を数えさせていただいて、次もう1回ですね、第2ヒートを20分間やります。そこで10人、トップ10人の方を最初に決めさせていただくので、そういった形でこれからハゼ釣りします。こっち側を使うこともできますし、こっち側を使うこともできて、このね、端から行き止まりのどんつきまで使っていただくことができます。さあ、20分で、数たくさん、もう大きさ関係なく数をとりあえずたくさん釣った人が上位って感じですね。なんか20分を2回やるらしいけど、とりあえず数釣ります。始めてください、始めてください。これどうするんだろう、これでやるの、これ今度置いてきてください。で、ここ側の方がね、これを見て、
とこ1匹。2匹はダボだ。大体みんなそんくらいのサイズですね。どこも。あ、さっきね、11センチ。おー、うん、大きい方ですね。練習に。よいしょ。あと3分ぐらいですね。1,2,3,4,5,6,7,8匹。どうだろう、8匹。2回戦目、20分。
どうですか、出てますか。はい、撮ってます。撮影中ですか。はい、そうです。息が絡んだって PE に初めて PE2 回目なんですよ。コモン釣りで練習してきたんだけど、なかなか難しいです。息が絡んだので息止めなんかすればいいかな。なるほど。でもやっぱりいつもコモン釣ってるから息の方がいいんですよ。役釣りはダメだった。なるほど、難しい。釣り方もね、いろいろありますからね。そうですね。でもね、流してると引っ張ってってくれるから楽ですよ。逆にこう合わせる、ただ釣り合い、ただ飲んじゃって、外し方が難しい。はい、どうぞ。スタイル大丈夫です。慌てず頑張ってください。はい、ちょっと降ってきちゃったな。あ、降ってきた。欲しい、欲しい。雨が降ってくるし、息は絡んじゃうし、最悪ですよ。ナイロンと違って、ピーって一回絡んじゃうとダメなんですよね。この上に、では時間なので、竿を上げてください。竿を上げてください。お時間です。上げてください。何匹？ 1、2。 この後一旦本部の方に皆さんに来ていただきたいので、お荷物はそのままでもいいんですけれども、1、2、3、4、5、6、片付ける方は片付けていただいても大丈夫です。6匹です。もしスムーズに動ける方は一度本部の方にお願いします。テントの方ですね、お願いします。残念。はい、20分間ね、日本勝負が終わりました。1回目が8匹で、2回目が6匹だから14匹。これはいいのか悪いのかわからないね。さあ順位はどうなんでしょうか。